トミーステン・クリストファーソン。実際には、トミーステン・クリストファーセンは、デンマーク出身のスウェーデン人、レーシングドライバー。アウディラリークロスに出場した後、1998年に、スウェーデンツーリングカー選手権でチームを立ち上げ、ドライバーの一人として、アウディエ4クアトロを走らせた。クリストファーソンは1998年から2008年まで、シリーズを争い。 チームメイトで後にドイツツーリングカー選手権のダブルチャンピオンとなるマティアス・エクストロームは1999年、ロベルト・コルチアゴは2001年及び2002年にシリーズチャンピオンに輝き、クリストファーソン自身も1998年と2001年に総合4位と好成績を残した。しかし、その後はアウギの支援が限られたものになったため、 クリストファーソンモータースポーツは苦戦。2009年シーズンが始まる前に s t c c を引退した。2015年現在、彼はフォルクスワーゲンチームスウェーデンのチームプリンシパルであり、FIA 世界ラリークロス選手権で活躍している。世界ラリークロスチャンピオンのヨハンクリストファーソンは彼の息子である。アーカイブドコピー。 2011年7月16日時点のオリジナルより、アーカイブ。2009年1月22日閲覧。トミー・クリスター・ファーソン・コンファームズ・リタイアメント。フォルクスワーゲン・スウェーデン・プレゼンツ・ツー・ワールド・チャンピオンシップ・チームズ。FIA ・ワールド・ラリー・クロス・チャンピオンシップ。2015年8月2日、閲覧。A.B. アンダーソン、アンナ、スベンスク・ VM ・サックス。 オフティンブロデート、http コロンスラッシュスラッシュ www.aftonbladeet.se スラッシュ spor tbladeet スラッシュモータースラッシュ ovrigmotor スラッシュ article20693996.ab2015 年8月2日閲覧ありがとうございます。